こんにちは、さとひろです。こんにちは、ひなたです。本日は、さとゆいの離婚についてお話ししていきたいと思います。ということで、ちょっとなんかね、タイトルが重めだとは思うんですけれども、先日2月13日でですね、さとゆいは結婚1周年を迎えたということで、やっぱりこう、これをしたら離婚するみたいなことをあらかじめ話し合っておくことって大事だと思うんですよ。ずっと真面目な感じでやってたもうここからはラフでいいよ。結構いろんなカップル系の人とか夫婦系のチャンネルの人が離婚の条件とか別れる条件っていうのをね、動画にしてて、そうなんだ。そう、僕らもちょっとそれは一回話し合った方がいいかなと思って。いいよ、ゆいたちだけで話し合う。これを見てる人はさ、もう他にいろいろさ、意見とかもあるかもしれないしさ、そういうのを見てさ、コメント読みながらニヤニヤしたいじゃん。なので、今回はこれを超えてしまったらお前もアウトだぞっていう条件をお互い3つずつ出して、それについて話し合っていこうかなと思います。1つ目、まあ、これはもちろんですけど、浮気、不倫ですね。不倫だよ、浮気じゃないんだからね。それでもどこからがっていう話じゃん。ああ、なるほどね。尽きないよ。そのラインを決めろってこと？うん。まあなんか将来的にだよ。例えば20年後とかに、まあゆいさんに好きな人ができたと。まあ結婚してても好きなことが、好きな人ができることあるかもしれないから、うん、好きな人ができて、その人とまあいちいちでご飯に行くぐらいだったらまあいいよ、俺は。うん。そこで踏みとどまれるんだったら、ご飯だったらでも普通じゃない？だってゆいだってさ、違う、だからその好きな人と一緒にご飯に行きたいっていう気持ちでご飯に行く。あー、じゃあ普通にゆいが友達と、男の友達と、例えばゆーぴーと2人でご飯行くねとか、うん、そういうのだったら余裕ってことに。あ、それは別に余裕だよ。ただその好きになっちゃった人といちいちでご飯に行くぐらいまでだったら俺は別にいい。でもさ、わかんないじゃん、ヒロ君にさ、その人のことが好きってさ、うん、そこでなんかそれ以上のことをしてしまったらもうアウトだと思う。そこまでで踏みとどまれるんだったらそれぐらいの遊びは持たせてもいいと思う、俺は。あ、それに関してはどう思う？やだ少しでも好意持った人とご飯行くっていうのは不倫ですじゃあゆいさんは？ゆいさんは、はい、まあ、ポチコと一緒かな。の浮気とか不倫か、うんうん、じゃあ2つ目いきますか。あ、わかった、うん、風俗に行ったらキャバクラまでならいいよ。あー、なるほどね。大人のお店に行っちゃったらアウトってことですね。うん、まあそれは今んとこ思わないかな。でもさ、なんかそういう、もうこう完全に貧乏根性というか、もうこう食いしん坊発動しちゃうんですけど、そういうお店で1万円2万円使うんだったら、俺焼肉で1万円2万円使いたいんだよね。いや、それは今の綺麗事だよ。そう、わかんないよだから三大欲求だよ。食欲、あー、まあそうね、性欲、睡眠欲。まあ今のところは食欲の方が勝ってるわけでしょ。そうだね。でも食欲がなくなっちゃった。でもだよ、でもこの20代後半っていう一番こう人間的にも性欲が多くなっていくと言われてる中で食欲が勝ってるんだよ。てかさ、目が痛くて全然話に集中できないんだけどどうした？わかんねえ。コンタクト一回外してこいよ。だって充血しちゃってるもん、左目だけ。マジ？うん、マロゲ何目薬ってそんなピューって出るんだ出るよ。すっごい出てたけど今。うわ、すごい充血してる。マジで？うん。この前のライブ配信してる時に、うん、会社の付き合いで風俗に呼ばれたっていう。ああ、はいはいはい、はい、もううるせえ、ゆいが喋ってたから。ああ、早い早い、うるせえよ。相槌ぐらい打たせてくれてもいいだろうがよ。相槌がうるせえんだよ。おい、聞いてた？だからそのライブ配信をしてた時にコメントで、風俗に会社の付き合いで4回行ったってコメントがあって、って俺それ見てたもんだって見てたもん、その時その先輩から行くぞみたいなすごい言われて、お前行かねえのかよみたいなノリもあったと思うし、心のどこかでは多分行きたいっていう気持ちもあったから、その自分の中の行きたいっていう気持ちと先輩から言われてるっていう気持ちをこう比べて、あ、先輩が言ってるから行くしかないんだって気持ちに変換して多分行ったんだと思うよあ、そっか、うん、やめてね。付き合いだから行ったっていうの嘘に、やめてよ。行きたくて行ったって今言うじゃん行きたくて行ったって言ったら離婚するからね。
二つ目か。まあやっぱりお金問題じゃない。俺のお金を使っちゃうとかさ、お互いにゆりさんのお金を使っちゃうとかさ。やばそれ、どんだけ勝手に俺のカードで買い物してたとかさ、勝手にゆりさんのカードで買い物しちゃったとか、それはもう縁の切れ目だと思います僕は。いやでもさ、理由があって使うのが全然良くない？だからそれをちゃんと言ってほしい。うん、例えばなんかこうこうこういう理由でちょっとヒロ君のカードで何かを買うねって言われるんだったら、俺も納得して買うなら、それは別にいいよ。うん、まあ、僕あの大学生の時の上限のままなんで10万円以上買えないんですけどね。だから君のカードを使うことは私はないと思うんですけど。10万円ってやばいよ。やばいよね。28になるのに。やばいよね。まだ27だけどね。ギャンブル。ギャンブル？ちょっとした遊びならいいよ。うん。でも借金する。いやいや、それはやばいって。いや、パチンカスっていうじゃん。まあまあ、いう言葉もありますからね。うん、だってあんなの絶対増えないじゃん。だからもしかしたら増えてる人もいるかもしんないよ。うん、それで設計立ててる人もいるかもしれないけど、うんうん、いるかもしれないけど、僕らがやったところで多分増えないから、うん、あんなのは。じゃあ僕の最後の3つ目、モラハラじゃないですか。モラハラ？うん。あ、DV も嫌だ。あ、DV、モラハラは嫌だね。ハラスメント系嫌だね。お前なんかさ、みたいな言い方をたまにするときあるじゃん。だから家が普通にそういうあれでお前なんかに言われたくねえよって言うときあるじゃん、たまに喧嘩とかしてるときにさお前なんかにそういうこと言われたくねえんだけどみたいに言うときあるじゃん。ポチコだって言うよ。でそれがまあ喧嘩の範疇で収まってるならまだいいけど、例えばなんか朝起きてから、なんでお前なんかと一緒に過ごさなきゃいけねえんだよとかお前の作った飯なんか食いたくねえんだけどみたいなこと言い始めたらもうそれ終わりだと思うそれはね、もう一緒にいる意味じゃない普通に考えて、なぜ一緒にいるんだよ。でもあるらしいからね。そうなの？やっぱなんかこう、それこそすっげえ先の話かもしんないけど、なんか定年退職とかしてさ、やっぱこうずっと旦那さんが家にいたりするときに、なんかその朝から晩まで旦那の顔を見て過ごすのが嫌ですみたいな。もう怖いよ。今朝から晩までポチコの顔を見て過ごしてんだけど大丈夫かな。でもそれがだから常だったらいいんじゃない、うん、で会社とかにこう旦那さんが出勤してて昼間は別々の生活を送ってるみたいな感じだと、そういう風に一日中一緒にいるみたいな時にもう嫌なんじゃない、うん、でお互いにそういうことを言うようになってしまったらアウトだなと思う、うんうん、だってその人はその人なりに頑張ってて努力してて足りない部分もあるかもしれないけど、それを支えて2人で頑張っていくのがやっぱり夫婦ですよね。お互いの足りないところを補い合いながら少しでも生活が豊かになるように頑張っていく、それが夫婦。みんなもですね、もしあの旦那さんとか彼氏さんとか、まあ好きな人とかとね、これされたらもう嫌だなみたいなことだったら、ぜひコメント欄にたくさん書き込みよろしくお願いします。ということで、最後なんですけれども、明日2月26日土曜日の19時半から里ゆいのね、結婚1周年生放送しようかなと思っておりますので、皆さんお酒持ってお料理を揃えて19時半に画面の前に集合、よろしくお願いします。ちょっとご飯作るわ。食べたいものなんか言ってよ。ちょぽなんでだよということで、また次回でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。